出水市で回収された鍋づるから昨日、毒性の強い高病原性の鳥インフルエンザウイルスが確認されたことを受けて、県庁では今朝、緊急の防疫対策会議が開かれました。今日午前11時ごろの出水市です。今月に入り、鍋づるの死骸から簡易検査でインフルエンザウイルスの陽性反応が相次いでいることを受け、出水市では防疫対策の警戒レベルを最も高いレベルに引き上げ、散水車による消毒作業などが行われています。鍋づるの死骸のうち1羽からは、昨日県内では今シーズン初めて高病原性の鳥インフルエンザウイルスが確認されました。これを受け、県庁では緊急の防疫対策会議が開かれました。県の関係機関の職員や畜産関係者らが出席し、県内での鳥インフルエンザウイルスの発生状況やウイルスを持ち込む可能性がある野鳥やネズミの侵入対策について県の担当者が説明しました。今シーズンは昨日までに国内6つの養鶏農場で高病原性の鳥インフルエンザが発生していて、県の担当者はこれまでになくリスクが高い状況と話し、出席者に警戒を呼びかけていました。例年よりも早い時期でのですね、養鶏場での確認、また泉の野鳥の方でもですね、確認されているということですので、今シーズンはですね、もう本当厳重な警戒が必要だと。